どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は友達関係の悩みに親はどう関わるべきかという話をしていきたいと思います。ではいただいた相談内容から読んでいきます。中2女子ですと、人見知りで自分から友達に話しかけることが苦手ですと。1年の後半では同じようなおとなしめの気の合う友達ができて楽しく通っていましたと。しかしクラス外でクラスが離れてしまい、またクラスで一人ぼっちのようですと。学校には行きたいと言い毎日頑張って行っていますが、見ていて辛いですと。学校での出来事も比較的よく話してくれますが、親は何と声をかけたらいいか知りたいですということですね。はい、まあクラス外でね、友達関係が一度リセットされるってことはよくあることです。さらにね、友達関係を作るのが苦手な子だと、まあこういった感じでね、結構友達関係がうまくいかず悩むってこともあると思います。じゃあそんな時はね、お父さんお母さんがね、どのようにサポートしていくか、まあこれによって本当にね、不登校になるかどうかとかは結構変わってきますので、まあ今日はそのやり方をお話ししていきたいと思います。しっかりサポートしないと本当に不登校になることは結構あるんですけど、まあ逆に言うときちんとサポートすれば、楽しくね、学校も通えると思いますので、ぜひね、今日のやり方参考にしてみてください。でまず一番大事なことは何かというとですね、まあ、現状お子さんはこの学校に行って友達がいないっていうね、孤独な、ね、時間を過ごすので、まあ、すごくね、心が辛い状態で家に帰ってきますよね。でその辛い気持ちを親が癒してあげるっていう、これが一番大事です。でこれができないと学校で心が辛くなる、家に帰っても回復しないってなると、どん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 ここの心の辛さが溜まっていきますよね。で結果的に心が限界に達すると、朝起きられなくなって学校に行けなくなるってことがやっぱ起こるんですよ。なので親はどうしたらいいかっていうと、まずはしっかり話し相手になってあげてください。でせめて家にいる間は心地よく話ができて楽しいっていう時間を作ってあげると、まあ、たとえ学校がちょっと辛くても、まあ、家でそれが回復できるようになるので、不登校になるってことを防ぐことができます。まあ、あとは、まあ、土日とかはね、結構時間ができると思うので、親子で一緒に子供が行きたいっていう遊び場所とかに連れて行ってあげたりすると、まあ、結構ね、さらに心もリフレッシュできるかなと思います。まあ、イメージとしては、親が友達の代わりになってあげるみたいなイメージですね。そんな感じでまずは接してみてください。で、ただ、まあ、この状態がずっと続くのもね、それはそれで良くないので、まあ、学校での状況も改善していかないといけません。で、これはどうすればいいかというと、まあ、学校の先生にね、ちょっと連携をしてもらうっていうのが一番ベストですね。まあ、というのも僕が教師をやっていた時は、まあ、僕プラス友達作りが苦手な子がね、まあ、クラスに2人いたんですね。でその子たち、まあ、2人ほっといても仲良くなるわけじゃないので、まあ、その2人と僕と3人で、話す時間を僕が作ったんですよ。でそれをずっとやっていたら、いずれねその2人はもう親友になったんですね。まあ、つまり40人もいれば、まあ、完全にね気が合う子がいるかは分かんないですけど、まあ、多少気が合う子はやっぱいるんですよ。でそれを学校の先生がうまくサポートしてあげれば、結構友達ができたりするんですよね。まあ、なので担任の先生、もしくは学年主任などに相談して、まあ、うまく学校での、ね、環境を良くしてあげるっていうサポートもしてあげてください。で、まあそれはね、もちろんやっていくんですが、もちろんできるできないは正直やってみないとわからないです。もう本当にね、気が合う子がいないって可能性もありますし、先生がうまくサポートできないってこともあります。でそういった時はどうしていけばいいかって話ですけど、実はこういうクラスで友達ができないってことは、今後高校に行こうが大学に行こうが起こるんですよね。でそういう時にじゃあどうすればいいかってところにもこれは関わってくるんですけど、基本的にその場所以外のところで友達を作っていくってことも、これは実は非常に重要です。まあ、例えば、お子さんがね、アニメが例えば好きだとしましょうか。そしたらアニメのイベントとかに行ったら、似たような、年齢の子とかがいたらね、そこで喋る機会をちょっと作ってあげたりとか、あとはなんか興味があることがあったら、習い事を習ってね、でそこで友達を作るとか、スポーツが好きだったら、クラブチームに入ってそこで友達を作るとか、もっと言うと、親戚の子にね、同じぐらいの年齢の子がいたら、まあ、結構家とかに遊びに来てもらって、そこで仲良くなるとか、あとは自分の、まあ、親で言ったらね、自分の友達の子供、この辺ともね、年齢が近かったら、ちょっとやってみ、そこでね、会う機会を作るとか、あとは今最近の流行りだったらね、なんかオンラインサロン、とかでなんか似たような、ね、趣味が集まるところがあるんだったらそこに参加してみるとか、まあ、そんなようなところで作っていくってことも一つ考え方としては大事ですね。っていうのもそもそもやっぱわずか40人のクラスなわけですよ。でその40人の中にもドンピシャで自分の気が合う子がいるってこと自体が正直奇跡なんですよね。基本的にはそれはまあほぼほぼ起こらないというふうに思って行動していった方が現実的です。じゃあどうすればいいかっていうと、結果的には自分が気が合う人がいそうなところにもう積極的に行って、そこで作った方が早いので、ぜひねお父さんお母さんたちはそういったサポートをしてあげるといいかなと思います。まあ、あとプラスアルファとしては、たとえねクラスが違っていたとしても、その学校内にはその仲のいい友達がいるわけですよね。だから例えば休み時間とかにその子にちょっと会いに行って喋る
るとかっていうこともやっていくと、まあその授業単位ではねちょっと面白くはないかもしれませんけど、まあ、学校にいるっていう時間全体で見たら、まあ、休み時間にその子と喋ったりすることもできるので、まあ、多少はね学校も生活も楽しくなるかなと思います。